皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。どうも皆さん、こんにちは。本日は皆様に、私が新しく購入したアコースティックギターを紹介させていただこうかなと思います。というのも、まあ、この動画を撮るためにこのギター買ったんで、ほぼネタのために、このギター買ったんですけれども、まあ、ゼンというブランドのギターを買いました。もうご存知の方だったらピンときますよね。ゼン。ゼンというブランドはどういうブランドかと言いますと、ネットショップでとっても有名なエス&ハウスという、某エス&ハウスという会社がございまして、そちらが展開している、プライベートブランドの、アコースティックギターでございます。もう特徴としてはもうとにかく価格、特徴としてはとにかく価格です。新品定価こちらなんとびっくりドン。5980円。ですよ。5980円。税金入れても6000円ちょっとだから7000円でお釣りが来る。もう今まで1万円とかそんぐらいでしたけどもね、1万円をまたさらにこうバンと超えてきて、5980円まで攻めてきたかという感じでございます。そのアコースティックギターはこちら、エスンドハウスさんのホームページで、某エスンドハウスさんのホームページでポチッと注文すると佐川急便さんが届けてくださいまして、こんな箱が届く。そして箱をバカッと開けるとこんな感じで、白い何かに包まれた何かが見えてくる、六角レンチ付き。ソフトケースはついてこないけども、まあ、使わない人がたくさんだから別にいいでしょう。てか、安いからそんなこと文句言えねえ。そして、この白い何かを剥ぎ取って、ババババーンと、お見せしていきますと。あ、なんかこれシリアルナンバーなのかな。2518って書いてある。違うか。8152かな。ちょっとわかんないですけど、なんか書いてありました。まあいいや。とりあえず、まあ、この白い何かを取ってみると、ババババババーン、バンバン、5980円。ほらーりにーババババババン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 。半端ねえって感じですよね。すげえな、マジで。だって、ちゃんと木でできてますよ。弦6本張ってあるし、ちゃんとペグもついてます。安いギターによくありがちな症状として2つあるんですけれども、まずこのフレットのね、仕上げがね、非常に精度が悪いっていうのがあるんですよ。すごいこうね、触ってみると、もう本当にもうトゲトゲしてるのがわかるぐらい、もう本当、あ、これ痛い痛い痛いって中でちょっと痛みを感じるぐらい精度が悪いギターとかもあったりするんですけども、まあ全然いける範囲ですね。上も全然いける範囲。で、塗装というか、なんか見た目としても別に全然問題なく、なんかバインディング、この白い部分が浮いてるとかそういったこともなく、で、またその2としては、安いギター、あるあるその2としては、ペグの精度が悪いというのがあるんですけども、この辺はちょっとすぐにはわからないですね。チューリングをしているときに、ね、めちゃめちゃこう渋くて、ね、このきつかったりとか、めちゃめちゃ甘くてこう、ね、チューリングがすぐ緩んでしまったりとか、狂ってしまったりとかするときもあるんですけども、ちょっとこの辺も後で見ていきましょう。とりあえず、皆さん気になるのは音だと思うので、まずはチューリングをしてみましょうか。チューリングです。おお、すげえ。すげえ、いい感じ。ギターの音がしております。すげえな。ほんと、すげえしか言葉が出てこないです。だってこれ5980円ですよ。5980円。半端ない。うん、全然ペグもあります。全然いける範囲。全然回る。2弦は普通、1弦も普通。すごいね、6個中1個はちょっと硬いかなぐらいですけど、全然いけますよ。すごい。だって今の時点でもちょっとね、分かるかもしれないですけども、ちゃんとアコギの音してますよね。チューニングの精度とかに関してはしばらく使わないとわからないから、ちょっと今すぐは判断できかねるんですけど、ちゃんとアコギの音がしちゃってます。何気にくいかな。使える音とか
ったら困っちゃうんですよね。本気で使える音だから。ちょっとコード弾きましょうか。なんか適当に。それっぽい音がしているのがわかると思います。なんか普通に使えてしまいそうだから怖いんですよね。だってこれ僕がさ、そのバッと登場してきてさ、どうも皆さんこんにちは、滝沢です。新しいギター買っちゃいました。ババーン、こちら298,000円しましたとか言ってなんかこう勢いよと。とか言い始めたらなんか騙されちゃいますよ。あ、なんかそんぐらいするかもななんつって、あ、なんかちょっと言われてみれば29万円って聞けばなんかちょっといい音がするような気がするみたいな気がしちゃいません？何度も言うんですけど、なんかね、こういうのね、本当ね、ちょっとね、使えそうな音だから逆に困るんですよね。まあ、普通にコードを弾いてみると、こんなような感じでございます。ちょっとピックを使って、ちょっとコードっぽく弾いてみましょうか。ピックを使って、あ、この単音っぽく。そのフレットのこのね、あの仕上げが甘いというよりも、多分これちょっと弦があんまりよろしくないって感じですかね。多分これ弦を変えればもっとなんか鳴ってくるというか、なんかもっといい感じになってきますね。今の状態だとちょっとこう、引っかかりが。出てる感じなんで、ちょっとこのね、引っかかる感じはあるんですけども、多分これ弦変えて。なんかもうちょっとこのペレイアビリティというか、弾きやすさみたいなのを変えていけば、改善していけば、なんかもっと変わってくる感じがしますね。とりあえず、このフィンガーイーズを塗ると、ちょっと待ってください。ちょっと、僕のギターのケースがこうになるんですけど、フィンガーイーズなんだ。これ。ちょっとザラつく感じがするので、ちょっとフィンガーイーズ塗ってみましょうか。ちょっくら横着して、そのまま直接噴射できます。良い子のみんなは真似しちゃダメだぜ。フィンガーイーズをギターに直接噴霧。ということみんな真似しちゃダメですよ。そうすると、ちょっといい感じになりました。1980円です。このギター、この音がしてる。どうすか？普通にバッと聴いて、さっきも言ったように、僕はこれ298,000円しましたっつって、バリバリこんな感じで弾いてたら、なんか騙されちゃいそうな気がしませんか？どうでしょう、バッと音を聴いてて。正直僕は、こう言ったら逆に語弊があるかもしれないですけどね、別にそんな過不足ないかもしれないっていうレベルまで、ちょっと今、気持ちとしては来てます。さっきも言った通りね、ちょっとこの弦のザラつき加減がね、僕は好みじゃないんで、普通にいつも使っているエリクサーとか貼ればもっと僕好みになるかなと思うんですけども、ちょっとこれでもう少し弾いてみましょうか。
はします。コメントを、音に関してはコメントを言いたいところなんですけども、なんか普通にコスパが良すぎて今びっくりしているところでございます。ちょっくら、ここでも、ね、一旦動画を止めてもいいんですけれども、十分驚いていただいたかと思うんですけれども、ちょっとね、ネックを調整して弦を変えて、まあ、簡単にメンテナンスをしてからまたちょっと弾き比べをしてみようかなと思いますね。ちょっと画面を切り替えて、少々お待ちくださいませ。ちょっくら、今からメンテナンスをしてみます。2つのメンテナンスを加えてみました。まあ、メンテナンスということはそんな大それたもんじゃないんですけども、まあ、1つ目はそのエリクサーという弦に変えているということ。いつも使っているこのエリクサーのフォスファーブロンズ1047の弦に交換しましたということ。で、もう1つは、ネックが軽く順反り気味になっていたので、こっち側に弦に引っ張られて曲がっていたので、ロッドを回して、ちょっと順反りを解消しました。この2つのメンテナンスしかしたいんですけども、なんかすごい、この本当にもう言葉がはばかられるんですけどね、いい感じです。普通にもうギターです。これはとりあえず鳴らしましょう。本当に聞いてて分かると思うんですけども、普通にめちゃめちゃギターの音がしちゃってます。5980円なのにすごい、本当になんかこうちょっとね、強いて言うならばなんかこう弦高が少し高いなとか、なんかペグ交換したいなとかってあるんですけども、全然使える。あ、でもちょっと唯一このビブラートした時にね、フレットの精度が甘くて仕上げが甘くてちょっとこう、ね、カサカサ言ってしまうのがちょっとこれ残念ポイントですね。
すごい。すごい普通なんですよ。聞いてて分かると思うんですけども、すごい普通っすよね。本当にすごい、びっくりするやつ。そんな感じでございますよ。今たっぷりちょっとごめんなさい。すごい今単純に楽しかってしまいました。こんな感じですね。5980なのに、すごい。5980なのに、すごい。疲れてしまいます。ちょっと声が裏返っちゃった。まあ、さっき言ったように、その C っていうならば、まあ本当文句言っちゃいけないですけども、C っていうならば、ちょっとペグの精度が甘いんで、あのね、これちょっとペグはなんかいい中古の安いやつが見つかったら、ちょっとこの交換したいなっていうのはちょっと一つありますね。で、そのサドルが現在、ちょっと高めに設定されているので、これをね、あのスポンと取って、ちょっと1ミリぐらい、パッと削って、1ミリやりすぎかな。まあ、少しこの削ったりとかしてみたいなっていうのがちょっと一つあるんですけれども。でも、まあ、すごいですね。本当にすごい。本当にすごい。もう、なんかこう、本当にもう、すごい以外の言葉が見当たらないぐらい、もう、すごい。なんかこう、なんていうんですかね、すごい、その S&ハウスさんのね、その Zen っていうそのブランドなわけですけれどもね、なんかすごい、すごいガッツを感じますね。なんかその安かろう悪かろうっていうか、そういうんじゃなくて、なんか、安いけど結構よくしちゃってるぜ、俺らみたいな感じの、なんかすごい、そういうのを、5900円にしては、いや、半端なくないみたいな感じの、なんかそういうのをすごい感じますね。これは、参りましたと、言わざるを得ない商品ですね。すごい、本当に。これは本当にすごい。ちょっと見くびってました、マジで。見くびってました。普通に最初、
ね、1本目の動画でさ、あの、まあ、最初の動画か、あの動画の最初の方でなんかケース開けてさ、なんかわーってあの触ったりとかしてるじゃないですか。もうあの辺から、あ、これちょっとただごとじゃねえなって思ってたんですけども、ちょっと限界ってやっぱネックいじったら、もうこれはすごいね。これはすごいね。あの、ほんともう、あの、もうまあ言う、まあ、一言言えるとしたならば、まあすごいってことなんですけど、ほんともうそれだけでございます。まあよかったら S&ハウスさんでですね、5980円、税込みになると6400円くらいになるのかな。まあほんとね、7000円でお釣りが来るレベルの商品でございますので、もうすごいメーカーさんからのなんか気合を感じられる一本になっております。皆さんもよかったら、一つあってもいいんじゃないでしょうかということでございます。代引き手数料無料とかっすもんね。エスンドハウスさん。もうなんかこの、なんか意地を感じますよね。なんかね、意地を感じるところですよね、ほんとね。ちょっとなんていうんですかね、その、エスンドハウスさんは基本的にやっぱその安すぎるんですよね。安すぎるんですよ。でもその、なんて言うんでしょう、いわゆるその実店舗を持つその小売店の楽器屋さんとか、ね、よくおっしゃるのがさ、その、まあ、エスンドハウスさんがそんだけ安くしちゃってるから、なんかうちらなんか商売上がったりだよみたいな、まあ、そういったふうにこう、ね、おっしゃる気持ちもすごくわかるし、まあ、そういった背景もあるんですけども、なんかこれはなんかこのエスンドハウスさんのなんかこう、もう企業努力の賜物なんじゃないかっていうことを感じますよね。もちろんその店舗さんとかね、楽屋さんが苦しんでることはもちろん知ってますけれども。でもね、エスンドハウスさんに負けないぐらいの努力をこうね、なんか企業努力っていうんですかね、をすればなんか別にそのね、住み分けができるんじゃないかとすごく思うんですけれども、まあ単純にそのちょっと話を戻して、まあこの商品に関してはエスンドハウスさんのなんかただならぬ魂をちょっと僕は感じましたね。なんか普通にもう出来がちょっと値段相応以上、もうニトリ以上すぎる、もうなんかもうなんか超ニトリみたいな感じで半端ない、マジで半端ない、マジで。まあちょっとなんかエスンドハウスさんの褒めちぎる動画でしまいましたけども、まあこのギターに関しては本当そうですね。もう点数をつけるなら10点満点つけてもいいでしょう普通に。まあ、そのギターの良し悪しうんたらかんたらでいくとね、そのさっき の, そのペグがうんたらかんたらってもちろんあるんですけども、5980円って言われると、もうグーの音も出ねえってところなんですよね。グーの音も出ねえでございます。まあなんかそうね、改造ギターとしてもね、使っても面白いと思いますし、1本目のギターとしてもふさわしいかもしれませんし、2本目、3本目としても面白いかもしれません。ちょっとね、さっきこのギターを弾いて思いついたことがあるんですけれども、またこうね、安いピックアップを見つけたんですよ。まあ、これはそのエスンドハウスさんでもそのすぐに手に入るものなんですけれども、某、エーゾンところみたいな感じの、なんかそういう会社があるじゃないですか、EC サイトがあるじゃないですか。そこでちょっとこの安いピックアップを見つけたんです。ちょっと私のこのマチコさん、まあ、定価は20万円ちょっとぐらい。まあ、30万しないぐらいかな。おお、すげえ。あ、そう、チューニングしてんだ。のギターでございます。で、このね、ピックアップにね、その LR バックスのね、アンセムっていうピックアップを積んでるんですよ。で、これね、何気にすごい高くて、4万とか5万円とか、するんです。なので、このピックアップ、マジでめちゃくちゃいいんですよ。めちゃくちゃいいです。すっげえいいです。もうめちゃめちゃ気に入ってます。もうほんと全部のギターに取り付けたいぐらい気に入ってるんですけども、いかんせん高い。これを全に取り付けるって言ったら、ちょっと待って、お前、何十倍のピックアップつけんねんって話になってしまうんですけれども、その、エーゾンで見つけてしまったんですよ。その、LR バックスアンセムの偽物。まがい物みたいなやつ。それがまたこう、えらい安くて。7000円だっけかな ?4000 円だっけかな、ちょっと7000円、いくらだか忘れたんですけども、とにかく1万円しないぐらいの価格だったんです。ちょっとそれを取り寄せて、このギターに取り付けて、このギターを一丁前にちょっと仕上げてみようかなと思いますので、ちょっとこの動画シリーズは続くかと思います。とりあえず、まあ今回の動画はね、その、全買ったよっていうことと、ちょっと弾き比べをしてみたよ。弾き比べじゃないか。メンテナンスを敷いて、して、ちょっとね、音を聞いてもらったよということのご紹介でございました。ちょっくら、ここからピックアップを取り付けたり、サドルを削ったりとかして、育てていこうかなと思いますので、この次の動画でもまた登場するかと思います。全さんの、全子ちゃんですかね。全子ちゃん。全子の、将来を楽しみにしてくださいませ。全子はこれからどんな風貌になっていくのかしら。まあ、とりあえずトップさえ割れなさそうですね。トップさえすげえ硬そうだから、これ、トップさえ硬そうだから多分割れなさそうです。耐久性は全子さんすごい良さそうでございます。そんな感じで全子さんの成長を楽しみにしておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよならば、ははー、ばははーい。また全然関係ないんですけども、最近マチコさんのこの
バインディングが浮いているのは、まあ、前から気づいていたんですけれども、バインディングが浮くどころか、トップ材がちょっと今ここに隙間ができてきました。マチコの運命はいかに？それではさよなら、バハハーイ。